はい、行きましょう。続き、今回はね、この村から行きます。はい、一応アイテムは、買っときました。はい、おにぎり補充ですね。冬の玉1個。蜘蛛の糸は2つか。まあ、2つ持っていてもいいよね。羽衣は1個だけど、まあ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 、いいでしょう。行きます。隠れ身。どんどん隠れ身使って、突き進んでいこう。時間短縮させないといけないからね。尺の問題がありますから。これ、あからさまというか、ほんとこのきつい、ね、エンカウント、ね、もう当たり前にこう、戦いながら進んでいくと、もう尺がね、すぐね、もう短いというか終わっちゃうから、はい、どんどん行かないとダメですね。どこまでだったっけな、この辺だったかな。東大駅、もうなんかね、おなじみの顔ぶれって感じですね。またお前かよっていう感じしますけども、ふにゃらが来ないと。えいえい、金太郎がね、ちょっと、金太郎じゃない、浦島か。一撃でこう、一撃っていうか、一人でこうね、一体落とせるぐらいまで強くなれば、かなり楽になるんだろうけども、って感じですね。贅沢の悩みなんですかね。やっぱ火力だけで言ったら、絶対金太郎の方がね、強いからね。はい、えい、えい、いいね。やっぱり素早さがね、上がってるから、浦島は。先制取れるってのは大きい。かなり楽。回復もね、先で取れるから、だいぶ生存率上がるとは思うんだけど、まあ、じゃあ、まあ、道中でお前死んでるじゃねえかよっていう話なんだけどね。まあまあまあ。よいしょ、OK。またこっから隠れ身を使う。はい。よし。よし。うい。結構だよね。この、ここまではまあいいんだけど、この後だよな。鍵縄を使った。シャキーン。シャキーンっていくほどかっこいいもんでもないと思うけど。オッケー。はい、もうこのね、やりとりも何回も、何回もやってますからね。ちょっと待って。一回出て、ここで、隠れ身をもう一回更新。あら、やばい。無駄に歩いちゃった。こっち行ってみようか。こっちからでも行けるからね。で、これ落ちて、で、これも落ちるんだよね。主天童子。なるべく、隠れ身が効いてるうちに、うわマジかよ、隠れ身効いてるうちに、なるべく進んでいきたいよね。あ、違う、もう、フロア変わったから隠れ身は使えるのか。そうか。OK。で、これも落ちる。どっちが近いのかな？こっち逆に遠いのかな？ちょっとミスったかね。オッケー。ちょっと待って、浦島の。あー、まだ2000いくらもあるの、遠いもんね。これ違う。オッケー。あれ、わかんなくなっちゃったね。どうだったっけ？ちょっとわかんなくなっちゃったね。ルートが。まあ行ってみようか。こう間を置くとね、またすぐ忘れちゃうからね。ほんと。散歩歩くと忘れちゃうっていう。OK。下は、宝箱で終わりかな。あーもう、一歩二歩だよね。歩くともうすぐ敵出てくるから、もう、やってらんないっすよ、これ。ちょっと倒して、進みたい。OK。オッケー。よし。あと、なるべく隠れ身。で、回復はなるべくアイテムで回復しよう。これは、ぐるっと回ってきたから、こっちだよね、多分ね。下だよ。こっちだよ、多分。あれ、違った？
あれ間違った。ルート間違っちゃったかな。違う。やっぱり下下っていかないといけないから、こっちじゃないんだよね。多分。あー、浦島ばっかり狙われてる。えい。倒せ。よし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 。まあ、2人で1体落とせるようになったから、まあ、まあ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 、いい方ですね。よいしょ。OK。どうしよう。回復しておいた方がいいかな。金太郎回復したね、これでね。どうしよう。浦島におにぎり食わせるか。食わせとくか。浦島。オッケー。くぅー、きつい。4体出てきたし、不意を突かれたし。あー、よかった。逃げてくれた。厳しい。非常に厳しいですね。痛恨は勘弁よ。うわー、連続攻撃。くぅー、きついな。オッケー。大波。これで金太郎の攻撃で一体落とせないかなぁ。うわぁもう、左とかわされちゃったね、もう。鮮やかに。うわぁ、金太郎狙われてる。OK。よしよしよし、なんとか。なんとか、ものにできそう。ラシマ。まあちょうどいい具合でこうダメージ分散してくれたかなって感じですね。金太郎ばっか狙われてはいたけども、最後の方は浦島の方にも行って、まあよかったっすわ。隠れ身こっちかな。正しいルートはこうだね。だね。バッカン祈祷大器。くそー、大波。もう大波連打で行こう。そのうち次ね、タヌキがレベル上がると思うから、ちょっと大波連打でいこうか。はい。ちょっと貴重なね、全体攻撃ですからね。金ちゃん早く動いて。あれもう動いてたっけ。もう攻撃したか。まだ残ってたと思ったわ、ターンが。金太郎のターンが。オッケー。OK。よし。倒しきれない。まあまあまあ、いいでしょう。いいでしょう。なんとか倒しきれりゃ、おにぎり食わせて。よーし。OK。タヌキを。あー、でも1800。タヌキの前に浦島レベル上がるな。そういうことなのか。はい。よし。雪のおにぎり金太郎。どうしようかな。金丹でいいんじゃねえか、タヌキは。よし。ちょっとタヌキだけにあの餌あげないで、ちょっとね、かわいそうだけど、まあ虐待ではないのでね、これは戦略ですから。えい。くそ、この辺ね、この2人でバッカンキー1体落とせりゃいいんだけど。ゲイ、またもう一つレベル上がれば状況変わってくれることを信じる。ケツグ、どうしよう。先に数減らす方でいくか。こうだね。OKOKOK。こっちの方がいいかもしれない。はい。バッカンキー、あの、右手でなんかこう、グーでなんかあの、構えてるけどね、何も持ってないよね。OK。よーし。おにぎり食わしといて。俺はおにぎり何個あっても足りねえな、ほんと。相当の量のおにぎり食ってます。うわー、きた、こりゃー。きたねー。ここ先に。
倒そうか。OK。数多いよ。4体は多いよね、さすがに。はい。一体落とせ。一体落とせ。よし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 。なんとかこれで、気持ちは楽になった。守備下がったってのがね、これ不安だけど、行くしかない。えい。よし。よしよしよし。なんとか効率よく削れた。ブラシも、うわー、きついな。またおにぎり食わせなきゃいけないんじゃないこれ。何を食ってんだろうねこいつら。まあそれだけ山登りして腹減ってるかもしれないけども、こっちか。これが正規ルートか。違う。ねこの先にも階段あるんだよね。だけどこれ降りるとどうなるんだろうか。これが正規ルートなのか。か、外れだな、やっぱり。希望の旅。あー、でもこれ取っといてよかったわ。これで、浦島、金太郎、両方これあれだね。最強装備になった。あー、めちゃめちゃ早いね、これ。めちゃめちゃ素早さ上がった、これ。いいよ。いいですよ。いいですよ、これ。オッケー。まあ、この、レベルの敵だったら、これで、安心。ただ、バッカン機とかは、ちょっとやばいよね。ほら、もう言わんばかりにも、言わんばかりにというか、もういきなり出てくるもんね、これね。津軽州ですね。あのね、津軽州って言うんですよ。あの、こう、誰かの噂をしたときに、その人がこう、来るっていうのがね、来るってあるんですよ。例えば、あの、友達と飲んでるときにね、居酒屋で飲んでるときとか、あの、誰かの噂をするわけです。そしたらたまたまその人がね、あの、来たりすると、おめえ津軽州だな、みたいな、そういうね、なんか謎の表現があるんですよ、津軽人に。はい。ちょっと何言ってるか分かんないけどね、お前何言ってんだよって話になるんだけど、あー、強えな、やっぱりこいつ。えい。強いな、お前は、本当に。お金いっぱいもらえるけど、経験値がちょっと物足りないな。えい、浦島さん。浦ちゃん、金ちゃん。金ちゃんに食べさせるぜ。まあ、一回のバトルで、経験値100もらえたとしてあと12回。まあ、100いかない時もあるからね。12回、13回、13回、14回って見ても、ちょっと術が技ポイント持つかな？大丈夫かな？おにぎり切れると、もう浦島の術で回復するしかないですからね。OK。うわ、効くねー、効くねー、ほんとに。えい、えい、オッケー。よしよし、2人で1体落とせる。これはいいぞ。1つレベル上がれば確実になるかな。いや違うな、大波使ったからか。そうか、やっぱ大波使っていかないとダメですね。防御ばっかじゃダメってことかい。これはね、浦島こっち、金太郎こっち、これで大丈夫なはず。よーし。えい。えい。はい、オッケー。いいね。よし。73。やっぱ100いかないときもあるからね。隠れみ。こっちが正規ルートだ。よし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 。行くぜ、行くぜ。はい。謎解き山で静かに暮らしとったのに人間が道を作っての、どんどん住む場所がなくなってきたのじゃ、わかるかの人間さん。あー、まあタヌキがこうね人間にちょっかい出してきてる的な
感じの話なんだろうけども、まあ人間も人間だってことなんでしょ。お互いだよねそこね。お互い様というかそういう感じなのかな、ちょっとよくわからんけども、まあ一概にタヌキだけが悪いっていうだね、そういうお話じゃなさそうっすよね、この感じからいくと。人間もちょっと考え直さなきゃいけないところってがあるってことかい。この3回攻撃これずるいよなこれね。うわうわこれマジ勘弁、これきついな。 OK。うわーどうする、これ倒しきれるかな、倒しき、まあでも大波打ってるからね。ちたたたた、うわーやべー、あーもういけないよ、もう本当に苦しい、マジか、また死んじゃったよもう。あーマジきついわ。いやあれダメだったよね、もう線で取られてたから、回復コマンドね、千金玉万金玉打ったとしてももう間に合わなかったよね多分ね。いやーマジ厳しいというか、マジ進めない、こっから先どうしたらいいんだこりゃ。くっそー、これマジ苦行、苦行ですよこれ本当。くっそー、あー、冬はい、またおにぎりちょっと買い込んでいこうか。いやーマジこれきついわ。はい、もうちょっとここ A ボタン連打しますね。 OK。 はい、これ貧乏神が割とあれだったんですね、楽だったたんだね多分ねこれ。これあのヤシャ姫どうなのかな、なんかすごい今から恐怖ですよこれ。ヤシャ姫もっと難しいとかある、いやこの浦島でも結構な難易度ですよこれ。そうやって考えるともしかして3つのシナリオの中では一番難しいのかもしれない。いや分からんけどね、これより難しいって浦島じゃねえ、誰だっけ、ヤシャ姫、これより難しい可能性あるかな。いやでも桃伝だからな、あるよね可能性としてはあるよね。だからさ、あれだったんでしょ、多分貧乏神は一人旅だったんだよね。一人旅だったから、若干難易度は下がってたんじゃない？これ、仲間二人で三人パーティーでしょ？これ、だからそれなりに敵も強いし、まあ、貧乏神も敵強かったけどね。強かった、いやー、やばい。もうこれさ、全然進めてないのよ。まあ、ダンジョンとしては、まあ、奥の方に進めてはいるけども、全然進展はないわけだよね、動画としては。ただただ同じダンジョンにずっとこう挑みっぱなしみたいな。ボスまでたどり着けましたみたいな感じの進展がないもんね。これはまずいぞ。まずい。これ普通の実況者さんだったらこれ没動画ですわ、これ多分これなかったことにして次普通に
サクサク進んでいく感じの動画アップしますよね、普通の配信者さんだったら。やべえなこりゃ。ちょっとどうにかしてボスまでたどり着きたい。多分いるんだよね、ここにタヌキが、タヌキ大王が。鍵縄、オッケー、はい。あ、もう何回もね、ここ何回ももう任せたからタヌキに。よし行こう。あ、待って、もう一回ここで隠れ見つかってのこっちから行こう。こっちの方が気持ち的になんか楽だわ、近い気がする。ほい、こっからまた隠れ見つかえるからで、こっちだよね。ルート覚えるだけでもまた大変よこれ。隠れみん、へい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 、スイスイ。あ、今回は割とスイスイいけてんじゃない。でこっちじゃなくて下の方だよね。来たね、来たね。浦島こっち、金太郎こっちで、大波。とにかく数減らそう。あの3連続攻撃はあれやばいよね。2回とかならまだしもだけど、3連続はさすがに、ちょっとずるいよね。えい。えい。えい、どうぞ。オッケー、倒したでしょ。オッケー。いやー、回復こまめにしなきゃいけないってのは分かってんだけど、だけど、いや、まだ大丈夫でしょうとか、もう一回ぐらいは大丈夫でしょうって思って挑むと、連続攻撃が来たりするんだよね。はい。ケツが表でしょ、これ、連続攻撃打ってくるやつ。だからね、さっさと倒さないとダメだわ。ウラちゃん、よし、一つ落とせ。よし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 、オッケーオッケー。あー違う違う、どうしよう、こう行くか、こうするか。これでバッカンキー落としてくれりゃ閉めたもの、オッケー。大波、まあ大波打たなくてもよかったかなって感じですね。ちょっとまあいいや。でもだいぶレベルはね、もうレベルアップ近づいてきたと思うんで、どうでしょうか。だよね、近づいてきたよね。よし、オッケーオッケー。まあでもだいぶ道を覚えてきたから、ここまで来るのにそんな時間はかからなく来れるようになりましたけどね。いや、そういう問題じゃねえんだよな。そういう問題ではない。ポンポコポン、これだからポンポコポンって出てるのは、これタヌキがなんか化けてるんじゃない、違いなんかあんのかな、強さがちょっと違うとかあんのかね。オッケー、よし。さあ、今度上か下かって感じで道分かれてるけど、どっち行こうか。オッケー、下行くか。宝箱見えてるし、あ、違うかな。あ、やっぱ行ける。宝箱、おっと、階段もあるね。わしらは謎解きや、あ、はい、これは。さっき聞いた。あとは羽衣も OK。 これはもう何個あっても嬉しい。まああんまりもう次羽衣だらけでもねちょっと困るんだけど、まあまあまあ嬉しいっす。うわー、数多いなおい。ケツが表から倒そう、連続攻撃嫌だから。 OK、大丈夫大丈夫。多分浦島はね落としきれないんだよこれ。
大波、これで落とせんじゃない？オッケーオッケー、よし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 、オッケーオッケー。どうしようかな、地点同時から行く。したたたたた、えい、オッケー、ナイス、えい、どうだ、よし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 、いいねいいね、結構効率よく削れたんじゃない？あ、やばい、切れた。あ、間違った間違った。違う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 。隠れみ。はい、隠れみー。おー、ありがてえ。ありがてえ。え？え？いっぱい。まあ、この冬の玉いらねっちゃいらねえ。まあ、火消し。まあ、火消しいらない。よし。雪のおにぎりありがてえ。キンキンに冷えた雪のおにぎり。なんかまあ美味しそうじゃねえな。こうかじったらシャリっていくのかな。雪だから。シャリってなんか嫌だね。OK。大丈夫か。さあ、この77とかこう微妙なのよね。まあラッキーセブンだからいいんだけど、縁起はいいんだけどね、ちょっとね、この辺が困るのよ、回復するかしないかで。あー、仙人の桃欲しい。ちょっと待って、なんか、捨てるか。まあ、蜘蛛の糸に羽衣も2あるから、まあ、一つ、捨ててもいいけど、羽衣も一つ捨てようか。よし。あー、また来た、また来た。東大切って金太郎、こうだな。これで、効率よく削れると思うけど、どうでしょうか。えい。まあ、レベルアップも考えれば、浦島も術結構もう、使い込んでってもいいかもしれないね。あ、やばい、浦島ちょっと倒しきれなかったか。やばい、どうしよう。みんな金タウン解くか。東大駅、ちょっと東大駅の数減らそう。オッケー、よし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 、オッケー、大波。いい、大丈夫だね、オッケーだ。倒しきってくれ。あー、弱い。やっぱタヌキはね、通常攻撃ダメっすね、これね。えいえいえい、よーし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 、経験値確認。よし、もうちょっとだ。浦島はどうだろう、使ってもいいね。雪のおにぎり使われたらみんな金丹でちょっと回復しとくか。もうレベル上がるって思えば。オッケー。もう一回行ってもいいぐらいだよね。よし。行こう。いっぱい来てるなぁ。ちょっと待って、こうして、あ、違う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 。こうして、こうするか。おー、いったー、金ちゃん。あざーす。大波。はい、オッケー。これで、あー、もう !3 回攻撃、まあ、金太郎に来てくれたからよかったけど。くそー。ちょっとプランが。ちょっとね、プラン通りいかなかったっすね。まあ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 、いいでしょう。えい。よし。ふにゃらやってこい、ふにゃら。ふにゃらやってこい。うわ、お前もかい、連続攻撃。嘘でしょ。嘘でしょ。
嘘でしょ、マジかよ。あープラン違う、もうこれすぐレベル上がっちゃうから、もうすぐもうね、あそこで技ポイント使い切ってレベル上げて、もう結構奥まで来てたからね、だからもうボスとか近かったのかなって気がしたけど、いやこれだとまた山登り始めてすぐにこれレベル上がっちゃうから帳尻合わなくなっちゃうんだよな。あー嘘でしょ、誰もあそこで連続攻撃来るなんてさ思わないっすよ。もうしかもね、あの2階のうちの1階があの痛恨の一撃っていう、なんだこれ、なんだこれは。はい、まあちょっと時間的にね、一旦ここで区切ろうと思います。いやー、私はいつになったらこの浦島伝説を卒業できるんでしょうか。はい、まあなんとかね頑張って完走できるように、したいと思いますね。はい、じゃあ今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。